はい、トメイタです。今回はエンドレスのブレーキローターとパッドをちょっと交換していきます。で、ローターが普通のベーシックスリットっていうタイプです。エンドレスので、こちらのブレーキパッドが MX72+。 本当は CCRG が良かったんですけど、まだ設定がないみたいで、前期モデルとかだとあるんですけど、ちょっとね残念なんですけど、まあ72プラスでとりあえず様子を見ます。はい、じゃあ早速取り付けていこうと思うんですけど、このスリットの方向があるじゃないですか。こっちは向きが逆なんですけど、こっちにこれをつけると一応正回転で、こっちをつけると逆回転。まあ何が違うかっていうと、まあ制動力ですね、ただ単に。まあパッドの減りも早いんですけど、逆回転でつけるとちょっとブレーキの制動力の方が僕欲しいんで、こっちの逆回転の方で取り付けをしたいと思います。はいはい、じゃあまずキャリパーから取っていきます。まずハブリングを取って、でキャリパーはボルト裏2本で19ミリです。これでキャリパーが取れました。よし、でキャリパーをそのまま垂らしちゃうとホースに負担がかかるんで、あのフックで釣ってます。こんな感じでローターは取れました。もうクラックがねすごい。でこう爪入れるとねすごい減ってるのがわかる。はい、そうですね、はい、裏もこんな感じです。まず真ん中のボルト13ミリなんで、ここを取っていきます。よいしょ、取れましたね。はい、このピン抜くだけなので、ピンポンチで、キャリパーにねぶつけないようにね。よいしょ、取れるかな。よし、はい、抜けました。そしたらあとは下もこれを取っちゃって、短い方が上。であとは下も、よいしょ、スッと取れたね。はいはいはい、取ると、はい、こんな感じ。うん、でパッドはこんな状態です。結構まあひび割れしちゃってますね。はい、まあ残量的にはもうちょっと持ちそうな気もしなくもないけど、その魔剤とその貼り付けてる材料の対比っていうのがブレーキパッド半分半分ぐらいなんで、もう半分になっちゃうともう接着剤の方なんですよ。だ正直もう魔剤を通り越しちゃってるんでブレーキ効かないんで、
でそのあとパッドが減りすぎちゃうと熱容量も低くなって熱を持ちやすい。そうするとまあフェードしたりフルードが熱入ってねフェードしたりとかね効きが悪くなっちゃうんで、はい、まあもうちょっと行ってもいいかなとは思うんですけど、でブレーキローター変える時ってパッドによってその被膜の種類が違うんで、一回ローターの被膜剥がすのがめんどくさいんで、もうローターとパッド新品で組み合わせちゃいます。でね、ここ意外とちょっとね隙間ができてて、そのパッドがちょっと剥がれかけてはないんだけど、ちょっと魔材がこういうところところどころね浮き始めてるような気もする。そんな感じです。この今つけてんのも確か耐熱は750ぐらいのやつですね。はい、そんな感じです。でね、これ今パッとねちょっとよく見てたんですけど、観察してここがもうこんな感じでほら剥がれてきてる。剥がれちゃったね。剥がれちゃったこれなんだったっけな、カーボンじゃねえな、カーボンだったかな、これセミメタル、わかんないけど、でこれこうやって剥がれてるじゃないですか。で多分ねこれが魔剤、ここが魔剤でこっちが接着剤の方だと思います。こんだけこんな簡単に剥がれるので、これがね、でここのつなぎ目もちょっと剥がれかけてる。でもクラックみたいのはまあしょうがないと思うんですけどね。でこっちがおそらく介入側だと思うんですよ。こうやってこっちからこうタイヤローターが回って、こっちがブレーキの介入側、最初に入ってくる方なんで、多分一番熱を受けやすい方だと思います。なんでこうやって剥がれちゃってんだとは思うんですけど、もう材質が完全に違いますよね、多分ここがっていう。こんな感じです。パッドはちょっと酷使しすぎちゃったかもしれません。はい、あとちょっと見てもらうと分かるんですけど、暗いかな、見えるかな、このダストシールブーツっていうのかな、がもう破けちゃってるんで、熱でこれはちょっとやっぱ交換してあげてたいですけどね。まあ今すぐにっていうわけにはできないんで、とりあえずこのまま戻します。こんな感じです。中は、はい、あとはまあせっかくローター取ったんで、こういうところちょっとサビをこういうなんていうんだ、金だわしみたいなやつでちょっとサビを落としておきます。よし、ほんじゃ、エンドレスのねブレーキローターを付けていきます。よいしょ、はい、今ローターをとりあえずつけたんでキャリパーを戻します。
OK、ついた。で、次にパッドをつけるんですけど、ピストンを戻すことによってリザーブの油面がちょっと上がってくるので、こちらのちょっとどれぐらい入ってるか確認して、あんまり入ってるようだと溢れてきちゃうんで抜いてください。はい、そしたらこちらのパッドを入れていきます。こういう僕も SST 持ってるんですけど、ピストンが6個あって1つずつ全部戻ってきちゃうんですよ、ピストンが。だから一個一個こうやって押してあげないとダメなんですよね。よし、入った。じゃあこのピンで逆だね、後ろからこれで下が入ったんで、このプレートをつけて、で上も裏からピンを刺してきて、よし、これでつきましたね。はい、であとはこの真ん中のやつを戻して、これもボルトで締めるだけ。まあパッド交換だけだったら簡単ですよね。このナット取ってピンを2本抜くだけで交換ができちゃうと。締めるだけと。よし、これで OK 完了。はい、じゃあ一応ね、交換はこんな感じで、まあ運転席側はこれで完了になります。はい、やっぱ青って感じがもうエンドレスって感じがしていいですね、これ。いや、これ効きそうだな、めちゃくちゃ。うん、かっちょいい。あとはまあ丁寧にちょっと鳴らしをしてあげるんで、そうですね、はい、ちょっと反対側もやっていきます。はい、今ホイールつけたんですけど、いや、めちゃくちゃかっこいいね、これ。青が、そのローターハットのところが青いっていうのと、このちょっとちらつかせるパッドの青さ、これはもうエモさマックスだね。はい、ということです。はい、じゃあ今ね、ブレーキローターとパッドの交換が終わりました。はい、うん、とにかくかっこいいね、見た目が。で、まあ純正よりね、ローターと、まあローターもグレードアップして、パッドも今回まあ同等、あのワールドワンと同等か、まあ、それよりちょっと上ぐらいかなと思うんで、あとはちょっとブレーキタッチのフィーリングがどうかなっていうのがちょっと気になるところです。はい、で、まあ反対も同じですけど、取り付けは問題なく終わってます。で、
ここの青い部分も多分ちょっとこういう風にブレーキがパッドの有効面積がちょっと大きいのかなと思ってます。はい、すごく楽しみです。ちょっとね、ブレーキローターの鳴らしとちょっと被膜をきれいにね最初つけてあげたいなと思ってます。で、正直街乗りだと被膜剥がれちゃって結構攻撃性高くなっちゃうんで、まあ街乗り領域でも使えるパッドだったらいいなと思ってます。その前のワールドワンはちょっと街乗りには向かないパッドです。で、油面もちょっとマックスと同じぐらいまで上がってます。そんな激減りしてるわけじゃなかったんで、そんなにピストン戻してないんで、まあ溢れてはないです。はい、じゃあ今回ブレーキの交換ですねは以上になります。